はい、どうも日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、本日はですね、ラインブレイカーの、トップ10選やっていきたいと思います。と言いつつですね、1人増えまして11選手と、いうことになっておりますけども、総合基準にね、まとめてみましたので、見ていきたいと思います。まずは第11位ということでベルナーですね。まあ、ベルナーはですね、未所属ということなので、唯一ライブアップデが適用されないというところがね、一つネックかなと思いますが、180cm で23歳、右足で、長所はドリブル突破ですね。ということで34レベルまで上がりまして、オフェンスセンス91だったり、決定力90、これがね、しっかりあるかなと思います。でボルコンドリブル83-89ということなので、ね、ある程度こんな安い選手かなと思いますけども、でベルナーといったら、スピード瞬発ですね、97-99ということで、特に瞬発力は完走しておりますし、かなり足の速い選手かなと思いますが、キック力85で、ジャンプが意外とね、91しっかりあるっていうところもかなり評価できるかなと思います。でボディコントロール91で、スタミナ95ということで、まあ後半もねしっかりやれるかなと思いますが、結果しか2と3で、コンワン6、怪我体制3ということで、まあね、ライブアップデが適用されないので、まあ欲を言えばコンワン7欲しかったかなというところですけども、総合値93で第11位に、ランクしております。そしてスキルですね、チタン、ワンタッチシュート、チェイシング、闘争心の4つになりますが、まあもう少しね、得点能力に直結するスキルが欲しかったかなというところですが、ワンシューだったりチェイシング、ここら辺のスキルは有能かなと思いますね。でプレイスタイルはラインブレイカーということでですね、同じく第11位にイカルディということでですね、イカルディも総合値93でランクインということになっております。今回は通常選手のみですね、 FP は、入れておりませんので、そちらだけご注意ください。 180cm で26歳、右足で、長所がないんですよね。これが一つ気になるかなと思いますが、オフェンスセンス95だったり、決定力95、ここら辺の得点能力がしっかりあるかなと思います。そしてキック力89だったり、ジャンプ97、ジャンプがねかなり高いので、しっかりヘディングもやっていけるかなと思いますが、あとはフィジカルコンタクト83、ボディコントロール79、スタミナ80ということで、まあスタミナもう少しあればね、後半もしっかりやれるかなと思いますが、まあ後半途中、もしくはね前半で、後半途中でね、変えてしまうような選手かなと思いますね。で逆足が3と3で、コンワン5、怪我体制3ということで、コンワン5っていうところも少しネックかなと、個人的には思ったりもしてました。で総合値は93で第11位ですね。でスキルですが8つとなっております。ヘッダー、コントロールカーブ、アクロバティックシュート、ワンタッチシュート、 PK キッカー、マリーシャ、キャプテンシー、闘争心ということで、まあスキルですね、前回 FP でですね、ダブルタッチとかがね追加されておりましたけども、こちらはヘッダーだったり、あとはワンタッチシュート、そこら辺のね、コントロールカーブもいいですね。そこら辺のスキルがかなり有能かなと思います。ということで同じく11位にですね、オーバメヤングということで、総合値93でオーバメが、ランクインしております。187cm で30歳、右足で、選手長所がドリブル突破ですね。そして24レベルまで上がりまして、オフェンスセンス94だったり、決定力92、ここら辺はやっぱりしっかり90台にしてますね。で意外とボルコンドリブルもしっかりあるので、可能やすい選手かなと思いますが、バスケ80、80でカーブ86ですね。でオーバメとやったら、やっぱり99、97のスピード瞬発かなと思いますけども、まあ瞬発力はですね、おそらく FP が来たらね、完走するんじゃないかなと、いう予想もできるかなと思いますが、キック力87、ジャンプ84ということで、まあここら辺のフィジカル系のね、能力値もしっかりあるかなと思いますが、フィジカルコンタクト80台乗せてほしかったらですね。で逆足が2と3で、コンワン6、怪我体制3ということで、スキルは9つ持ってますね。シザーズ、コントロールループ、無回転シュート、ドロップシュート、アクロバティックシュート、ヒールトリック、ワンタッチシュート、PK キッカー、チェイシングということで、まあワンタッチシュートだったり、まああとはコンカとかが欲しかったかなというところですが、まあカーブ86しっかりあるので、コントロールカーブだったりね、そこら辺のスキルが欲しかったかなと思いますけども、プレイスタイルはラインブレイカーですね。で同じく第11位ラストになりますけども、ベンゼマですね。185cm で32歳、右足で、長所はドリブル突破とグラウンダーパスということになっております。ベンゼマはですね、まずオフェンスセンス90、決定力91ということで、やっぱりここら辺はですね、センターフォワードの選手として90台しっかり乗せたというような形になっております。でスピード瞬発82、85ということで、まあここら辺もしっかりあるかなと思いますが、上の能力値、ドリブルだったりボールコントロール、ここら辺がねしっかりあるので、やっぱりドリブルしやすい選手かなと思いますけども、あとはジャンプ78、フィジカルコンタクト88ということで、逆足は2と2で、コンワン6、怪我体制1ですね。で総合値は、93で、第11位に、ランクインしております。そしてスキル10個持ってますね。シザーズ、エラシコ、ジクラタン、コンドルループ、ドロップシュート、アクロバティックシュート、ヒールトリック、ワンタッチシュート、ツルーパス、チェイシングということで、まあチェイシングだったり、あとはワンタッチシュートですね、ここら辺のスキルが有能かなと思います。でプレイスタイルはラインブレイカーですね。で第11位の選手をですね、能力値一気に見ていきたいと思いますけども、ご覧の通りですね、能力値だけで見るとやっぱりオバメとベルナーですね。ここら辺が、かなり、ベルナーの上位互換がオバメというような形になってくるんかなと思いますけども、で決定力が一番高いのがイカルディになってましたね。あとはそうですね、まあジャンプが一番高いのもイカルディですし、ここら辺のヘディング系の能力値は一番イカルディが勝っているということになっております。ただイカルディはコンワン5というところがね、一つネックかなと思いますね。でこの中で言うと、ドリブルが一番しやすいのがベンゼマということになってますけども、第11位の4選手は、こんな形でした。
で、ここから第7位ということで、カバーニですね。第7位の選手はね、カバーニのみになるんですけども、184センチで32歳右足で選手証書はなかったですね。で、まあ、カバーニといったらね、オフェンスセンス95だったり、決定力93というようなね、ここら辺の能力者高かったんですが、まあ、若干見劣りしたかなというイメージですね。あとは、ヘディング92、プレースキックアップ87、84、スピード瞬発86、82だったり、キック力91、ジャンプ91、ここら辺はまあ高いんですけども、まあ、若干見劣りしたかなというような形かなと思いますね。で、逆足が3と3で、今は6、ギガ体制3ということで、総合値94で第7位に、ランクインしております。で、スキルですが、ヘッダーだったり、コントロールカーブ、ワンシュー、ワンパー、ここら辺のスキルが、かなり有能かなと思いますね。で、プレイスタイルはラインブレーカーということになりますけども、まあ、カバーにね、若干見劣りするかなと思ってまして、オフェンスセンス決定力もう少し欲しかったかなというところかなと思いますね。ということで、第6位に、総合値95でジェズスがランクインしております。175センチで22歳右足ということで、選手長所はドリブル突破と、いうことになっております。オフェンスセンス94だったり決定力92でスピード瞬発も91-94ということでここら辺しっかり90台乗せているというところはかなり評価できるかなと、思います。でキック力85ジャンプ87でボディーコントロール97でボルコンドリブル90-92なので、まあ、ある程度ドリブルしやすい選手かなと思いますね。でスタミナ90でアグレッシブス82ですね。で逆足が23でコンワン6外科体制2ということで、総合値95ですね。ジェズスはですね、まあ、能力値以上に使用感がかなりいい選手かなと思ったりもしてましたね。でスキルは6つ、エッジターンアクロバティックシュートワンシューアウトスピンキック PK キッカーマリシャということで、まあ、もう少しスキル欲しかったかなというところですが、まあ、十分なスキル持ってるんじゃないかなと個人的には思ったりもしてました。で、第3位は総合値96で、レバンドフスキとスアレスとレジェンドがね、登録されております。第3位ということで、レバンドフスキですね、185センチで31歳右足で、選手長所はドリブル突破ということになっております。で、22リベまで上がりまして、オフェンスセンス97だったり、決定力96、ここら辺の得点能力がかなり高いですね。で、ボルコンドリブル93、88で、あとはそうですね、スピード瞬発86、82ということなので、まあ、ある程度あるかなと思います。で、キック力90、ジャンプ92、フィジカルコンタクト88ということで、ここら辺のフィジカル系の能力値、かなり高いかなと思いますね。で、逆足が3と3で、コンワン7、怪我体制3ということで、総合値は96で第3位ですね。で、スキル10個持ってまして、注目したいのがヘッダーだったり、ライジングシュート、ワンタッチシュート、ここら辺になってくるかなと思います。ワンシュー持ちってところはいいですね。まあ、個人的にワンパ持って欲しかったなというところですが、プレイスタイルはラインブレーカーで第3位ということになっております。で、続きまして、バルセロナのスアーレスということで、182センチ、32歳右足で、選手長所はドリブル突破ですね。で、オフェンスエース決定力ですね、やっぱりこの選手は、95、95ということで、ここら辺しっかり、高い能力を持ってるかなと思います。そしてボルコンドリブル88、87でボールキープ87ということでボールキープがしっかりあるというところはかなり評価できるかなと思います。でプレースキックカーブ86、86でスピード瞬発83、86ですね。でキック力89、フィジカルコンタクト90、ボディーコントロール93でスタミナ85ということでジャンプ以外のフィジカル系の能力値はしっかりあるかなと思います。でアグレッシブネスも94ということなので、まあ、前線からねチェイシングしてもまあいいんじゃないかなというような能力値ですね。で逆足が3と3でコンワン6、怪我体制2ということでスキルは10個ですね。まあ中でもコントロールカーブだったりワンタッチシュート、アウトスピンキック、ここら辺のスキルがかなり有能かなと思いますけども、ワンタッチパスもね、この選手も欲しかったかなというところかなと思いますね。で第3位ラストはですねデルピエロということで173センチで22歳右足で、選手長所はドリブル突破ですね。で37レベルまで上げますとオフェンスセンス92だったり決定力91ということでここら辺しっかり90台に乗せております。ボルコンドリブル高いですね。94、96ボールキープ94ということでここら辺しっかりあるかなと思いますが、プレースキックカーブ94、95ですね。カーブがやっぱりしっかりあるかなと思いますが、スピード瞬発も、しっかりありまして、91、93ということで、ここら辺もしっかりドリブルしやすい、ところにつながってくるかなと思います。で、キック力90で、ジャンプ77、フィジカルコンタクト75、ボディーコントロール98ということで、やはりボディコン高いですね。で、スタミナ88、で、逆足が23で、コンワン6、怪我体制1ということで、スキル8つ持ってますが、ルーレットだったり、コントロールカーブ、アクロバティックシュート、ミドルシュート、ワンシュー、ここら辺のスキルがね、かなり有能かなと思いますし、スルーパス持ちっていうところも評価できるかなと思いますね。で第3位の総合値96の選手を、比較していきたいと思いますが、まあ、デルピーレはねちょっと、ボルコンドリブルに偏っているので少しスアレスと、レバンドフスキとは少しね違うかなと思いますけども、まあ、スアレスとレバンドフスキで見ますと意外とレバンドフスキの方がオフェンスセンスだったり決定力ここら辺が高いんですよね。でスアレスで言うと87のボールキープだったりプレースキックカーブというようなところになってくるかなと思いますが、レバンドフスキの能力値はしっかりあると思いますので、スアレスとレバンドフスキだったらまあレバンドフスキ、使っていくんじゃないかなというような能力値持っているかなと思いますね。
で、ラストは第1位ということで、まずはムバペ見ていきたいと思いますけども、178cm で21歳右足で、長所はドリブル突破とグラウンダーパスですね。まあ言うことないんですけども、ボルコンドリブル、そしてスピード瞬発ですね。ここら辺しっかりありますし、オフェンスセンス決定力94ずつということで、ここら辺もしっかり得点能力にね、影響するところもしっかりあるかなと思います。で、逆足が3と3で、コンワン6、怪我体制2ということで、総合値97で第1位にランクインしております。で、スキルですが、ダブルタッチだったり、ここら辺のスキル有能ですね。あとはシュート系のスキルもしっかり持ってますし、ワンシュー持ちっていうところも評価できるかなと思います。で、そしてですね、第1位同率でですね、アグエロがランクインということで、173センチで31歳右足で、選手調子はドリブル突破ですね。で、21レベルまで上がりまして、オフェンスセンス決定力、ここら辺やっぱり高いですね。97、97。で、ボルコンドリブルもしっかりで91、92で、ボールキープ89ということで、足元もしっかりやるかなと思います。で、スピード瞬発も88、90ということで、ここら辺もしっかりあるかなと思いますし、キックが89、ジャンプ87、ボディコントロール92ですね。これもしっかり評価できるかなと思いますが、逆足が23で、コンワン7、怪我体制2で、総合値97で第1位に、ムーアップと同率でですね、ランクインしております。で、スキルですけども、ルーレットだったり、コンカ、無回転シュート、ライジングシュート、そしてワンタッチシュートだったり、アートスピンキック、ここら辺のスキルかなり有能かなと思います。で、プレイスタイルはラインブレイカーですね。ということで本日は総合値順に見たラインブレイカーの選手を見ていきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ引き続きですね、ポストプレイヤーだったり、まあゴールキーパーもね、やっていきたいかなと思っておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では